打楽器とは、打つ、擦る、振るなどして、音を出す楽器の総称で、各民族に様々な楽器がある。弦楽器や感楽器と比べて、原始的で長い歴史を持つと考えられている。楽器分類学では、対面楽器と幕名楽器に分けられる。ただし、蒸気原理で音を出す楽器でも、弦楽器や感楽器、 鍵盤楽器に含まれる楽器や打撃する部分が内部に隠されている楽器などは通常は打楽器から除外される。打楽器を鳴らす。古い。スティックやビーター、マレットなど。古代中国、東州王朝の聖堂聖ベル。紀元前6世紀頃。人類学者や歴史家たちはしばしば最初に作り出された音楽用の道具は打楽器であったろうと推測している。 人類最初の楽器は人間の声だったと思われるが、手足、それから棒、石、丸太といったものがほぼ間違いなく音楽の進歩の次の一歩であった。一番、古い打楽器は我々自身の手と足で、それから棒や丸太やお尻といった発見した物体が続いた。人類が狩猟や農業のための道具を発達させていくにつれ、 その技能や技術でより複雑な楽器を作り出すことが可能になった。例えば、丸太は彫りを入れることでより大きな音を出せるようになり、組み合わせることで複数の音を出せるようになったであろう。打楽器には明確な音高を持つものと持たないものとがある。後者はリズムを奏でる。前者はリズムだけではなく単音の演奏により旋律を奏でたり、 ワ音の演奏による火星も奏でたりする。打楽器は一般に、合奏の背骨や心拍と形容され、しばしば低音楽器と緊密に連携して機能する。ジャズや、その他のポピュラー音楽では、ベーシストとドラマーはしばしばリズム体と呼ばれる。ハイドンやモーツァルトの時代以降に作曲された、フルオーケストラのためのクラシック作品の大半は、殺言楽器。 木管楽器、金管楽器に重点を置くように作られている。しかしながら、少なくとも一体のティンパには含められていることが多い。継続的に演奏することは稀で、どちらかといえば、必要に応じて不可的なアクセントを添える役割を担う。18.19世紀には、田野田楽器も使われたが、ここでも、全体としては控えめにであった。 20世紀のクラシック音楽では打楽器はより頻繁に使用されるようになった。ほとんどありとあらゆる形の音楽で打楽器は数用な機能を演じている。軍隊のマーチングバンドやパイプバンドではバスドラムのビートが兵士を興奮させ続け一定の速度を保たせ、スネアドラムが楽隊のメロディにあのキビキビとした血然たる空気を与えている。 古典的なジャズでは、スイングという言葉を聞けば誰もがすぐにハイハットや、ライドシンバルの独特のリズムを思い浮かべる。今日のポピュラー音楽文化において、ロックや、ヒップホップや、ラップや、ファンクやソウルなどなどのチャートや楽曲で、何らかの打楽器的なビートが、メロディにリズムを与えていないものを探すのは、ほとんど不可能である。打楽器は実に、多種多様なので、 打楽器のみで構成される大きな楽団も珍しいものではない。こうした音楽グループでは、リズム、メロディ、ハーモニーはいずれも鮮明で生き生きとしたものであり、その生演奏は実に相関である。音効のある打楽器は、打楽器以外の楽器の大半と同様に、トート記号、え、音記号を用いて五千歩に寄付することができる。一定の音効がない打楽器のための音楽は、 特化したリズム記号や打楽器記号で寄付される。しばしば、トート記号や絵、音記号の代わりに、リズム記号が用いられる。民族打楽器の霊木製金属性粒状のものを、中に入れるか、外につけて振る。その他鍵盤打楽器木製金属性その他の、材質人体膜を叩く楽器で、すなわち太鼓である。木銘楽器は、本来管楽器に含まれるべきであるが、 打楽器奏者によって演奏されるために、便宜上打楽器に分類されるものがある。楽器として、著名なもの、及び著名な作曲家が支持したものの見られつしている。ありがとうございます。